今話題の神リフト、お顔のリフトアップができちゃうんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は今話題の神リフトについてご紹介していきます。これ何やってんのっていうふうにね、思われる方ほとんどかなと思うんですけど、このお顔周りの髪の毛の少し取って、で後ろの髪の毛をゴムで結んで、で、ギューッとすることによってお顔がこうグッと上がってリフトアップするよっていう効果があります。で女性の方だったらね、皆さんこう結構こうお顔のこのリフトアップ結構やられてる方多いかなと思うんですけど、まあ、髪の毛でちょっとやっていくので、まあ、一時的なものかもしれないですし、ちょっとやり続けてたらもしかしたら上がるかもしれないですし、僕もね、その効果はちょっとわからないんですけれども、でもね、やると、やっぱりここが結構こう引っ張られるので、リフトアップには効果が結構あるかなと思いますので、ちょっとね、今日大事な日だったりとか、あとはこう写真を撮るようだったりとか、まあ、そういった日にね、使える方法かなと思いますので、ぜひね、皆さんよかったら覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきます。まずこの上げたい方の、まあ両方やりたい方も多いと思うので、ちょっと片一方でやっていくんですけど、まずご自身のこのこめかみ部分あるじゃないですか。こめかみの少し下あたり部分をこういうふうにね、ちょっと斜めに取り分けます。で、この一番手前の部分ですね、この髪の毛を取り分けて、で、これを外に向かってぐるぐるぐるーっとねじります。こんな感じで。で、若干やや後ろに引っ張り気味にしてあげて、ここの髪の毛、後ろのね、まあここはちょっと適当でいいので、まあざっくりと取って、あんまりこうね、取りすぎると結構違和感あるかなと思うので、まあこのぐらいの感じで取って、この髪の毛を2つ合わせます。で、合わしたところでこのシリコンゴムで結んでいきます。で、結構こう細い髪の毛を取ったんで、この結ぶのが何重にして結んでいかないといけないんですけれども、ちょっとそこが一番ちょっと大変かなと思うんですけど、ちょっとね、根気よくね、結んでいってください。引っ張りながらやるので、ちょっと痛かったりとかして、ちょっと緩めながらやってください。こんな感じで結べました。で、ここの毛先の部分両方持って、このままギュッと締めると、ここが引っ張られます。で、この引っ張られた強さで、ここのお顔がぐっとリフトアップしていくっていうような感じになります。で、痛かったりとかしたらちょっとね、このゴムの部分を少し緩めてあげて、やってあげるといいかなと思うんですけど、長時間やったりとかすると多分痛くなると思うので、そこら辺はね、こうちょっと調節しながら、ご自身でやっていただけたらいいかなと思うんですけど、実際ね、今ちょっとお人形なんでこれちょっと効果がわかりづらいんですけど、やられるとわかります。ぐっと上がってるのが。メイクだったりとかスタイリングをしてあげると結構かなりね、効果は出るかなと思いますので、で必要な方はまあ両方やってあげるといいかなと思いますので、こういう風にして下ろしてスタイリングすれば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もうポイントとしてはね、斜めにこう取って、で、こめかみの少し下あたりぐらいの髪の毛をちょっとだけ取って、で、後ろ向きにこうねじりながら、後ろの髪の毛と結んでギュッとすると。で、そうすることによってここのお顔がリフトアップするよっていう感じです。で、これちょっとお人形さんなんでちょっとわかりづらいんですけれども、もうモデルさんでね、こう写真見ると、こう右と左でも全然ちょっとお顔の上がり方が違うよっていう風にね、わかるかなと思います。なんで、皆さんね、ものは試しで、一回ちょっとやってみてください。僕ね、こうちょっとやろうかなと思ったんですけど、横の髪の毛がないので、短いので、ちょっとできなかったんですけど、ネタとしてね、少し参考にしていただけたらなと思います。
ということで、また次回の動画でお会いしましょう。